別に私はすごいことをしてるわけじゃないよ。他にやりたいこともスキルもないし。だから私は創作を続けているだけなのかも。なんかこういうのも悪くないね。こういう場所でさ、こういう会話を先生とするの、いいかも。だってほら、創作には変化が必要じゃん。先生は私に変化をもたらしてくれる人でもあるから。